くりしてしまうのは、そこからわずか3年で、はい、マザーズへ上場する会社になるわけですよね、はい、パッケージソフトっていうのはそうやってこう作るのに、売れ始めるのに時間がかかりますけれども、売れ始めるともうあとはソフトなので、まあ、いくらでも量産できると、はい、いうことで売れ始めるとあとは早かったですね。ここでやはり株式を公開しようと、はい、まあ、そのまま独立系で上場せずにという会社も片方であると思うんですが、はい、株式公開して資金を集めようと思ったのはやはり、はい、新たなる投資、開発投資だとか、はい、というところでやはりお金が必要だと思ったからなんでしょうかね、はい、そうですね、まあ、創業者3人が共通で持っていた、はい、理想というのは、はい、もうマイクロソフトさんに負けないような、なるほどなるほど、大きなソフト会社にしたいと、まあ、そういう思いがありましたから、まあ、上場するのは自然だったと思います。ああそうですか。ただ設立3年での上場っていうのは数当時少なかったんじゃないかと思いますけどね。そうですね。ただちょうど東証マザーズっていう、はい、市場が、新しい市場ができまして、はい、私たちみたいな、まあ、たった3年の会社でも上場できる、そういう市場ができたので、まあ、そこに載せてもらったと、まあ、このあたりも本当タイミングが良かったと思います。西郷さんと言いますと顧客満足度ナンバーワン、はい、お客様の対応が一番いいとか、あるいは非常にユニークな宣伝販促活動をされるとか、はい、少し前は地下鉄、はい、全てをサイボーズ号ということで、はいはい、もうジャックしてしまって、はい、看板がこう、はい、並んでたりとか、ね、非常にその辺の発想っていうのはやっぱ青野社長の発想なんでしょうか。そうですね。私の中では、はい、ベンチャー企業は目立たないといけないっていうふうに思ってるんですね。はい、それはなぜかと言いますと、広告宣伝費を比較するともう大きい企業さんの何百分の1、うん、場合によっては何千分の1の広告宣伝しかできないわけですね。そうするとその少ない宣伝費でいかにたくさんの人に知ってもらうか、よく理解していただくかっていうことは、うん、本当に知恵を縛って頑張らないといけないと思うんですね、うん、もうそこでですね、なんかちょっとかっこ悪いからとか恥ずかしいからとかもうそういうのは置いといて、はい、まずはとにかく知ってもらう、はい、それをやるのが私はベンチャーらしい、うん、広告だと思ってます。西郷さんのもう代名詞でもあるキャラクター、ボーズマン、ね、はい、あれも社長がお考えになったでしょうかね。そうですね。もともと提案をいただいたのは、はい、広告代理店の方から提案いただいたんですけども、はいはい、お客様かなり驚かれるんじゃないかと思いますが、はい、ボーズマンが立ってますもんね、はい、そこもちょっと狙いがありまして、はい、こういう情報システムを管理しているような人っていうのは大抵男性なんですね。年齢でいくと 3,40 代が多いんですね、はい、そうするとですね、そのあたりの層の人たちっていうのはやっぱ子供の頃ヒーローもので育ってるわけですね。あ、私もそうですそうですよね、はい、そうするとああいうキャラクターがドーンと出てますとですね、ちょっと一応こう確認しとかないと気が済まない。なるほどなるほど。これはどこのキャラクターだと、はいはいはい、そういうところでこう、まあ、アイキャッチを取るためにもこれは使えるなと思いました。まあ、西郷さんといいますと創業からずっと伸びてきて、まずは上場、一部上場と、はい、ただ途中に IT バブルの崩壊というのがあって、はい、IT の企業は皆さん、はい、ご苦労、はい、まあ、株価も下がり M&A で失敗する会社も上、はい、そんな中で西郷さん自身もやはり少し苦しい時期もあったかと思うんですが、はい、この辺はどういう教訓になってるんでしょう。サイボーズも上場したちょっと後ですけれども、売上や利益が大きく下がるっていうような出来事が、はい、ありました。もうそれまでは本当イケイケどんどんで、はい、作れや売れやでやってたんですけれども、はい、やはりこう足元を支えるっていうような意識が弱かったなと思ってるんですね。ですからそれからはもっと製品でもよく考えて、こちらが売れなくてもこちらが売れるようにしようとかですね、あと継続してお客様からサポート料金をいただけるような、そういうサービスを増やしていこうとか、ちょっとそこからは発想が変わって、よりまあ安定的に会社を回せるようにしていこうっていう、まあ、そういう取り組みが増えましたね。そうするとやはりそこでもう一回地に足のついた、はい、お客様目線の、はい、いい商品を作る会社としてもう一回再スタート、はい、第二の成長期を作ろうという、そうですね、決意を固めるわけですね、はい。それから現在2008年でございますが、はい、最近はどんな状況なんでしょう。そうですね、おかげさまで国内のグループや市場では、まあ、シェアはナンバーワンというところまで来まして、はい、今日本で
一番使われているグルーピアっていうところまで見ました。すごいですね。うん、ただ私たちが作ってるこのソフトっていうのはまた国境がないようなものなわけで、もうどこでも使える。日本で1位になって満足してるようだとはいけないねと。だからこの自分たちが作ったいいソフトがあるんであればちゃんと世界に展開していかないといけない、はい、ということで、まあ今年来年あたりからはより一層海外の方に目を向けて、事業を拡大していきたいと思っています。ははー。私はアン社長とは 1,2 年前からお会いさせていただくようになって、はい、いつも尊敬するのはこれだけの会社になっても未だにご自宅からママチャリで通っている、はい、私は一切車も使わないんですよと、はい、で時間のかかるフランス料理よりはパッと食べれるファーストフードの方がいいんですよとおっしゃいますよね、はいはい、このまさに今治時代から現在まで会社大きくなろうとご自身全く生き方は変わってない、ここがすごく素敵なんですけれど、ご自身ではどうですか。そうですね、それもよく、質素倹約にされてますねっていう言い方をされるんですけど、私としてはあんまりそのつもりはなくてです、うん、美味しいもの食べてもよくわからないくせに、はい、美味しいもの食べる必要ないし、なので自分に心地いいものを、選んでるだけで、決して無理してるとか、そういうつもりはないんですね、はい、非常に謙虚でいらっしゃいまして、社内のいろいろな社是のようなものにも書いてあるんですが、人から学ぶという、はい、言葉が私はすごく、はい、安野さんをそのものを物語っているような気がするんですけれども、そうですね、私の中では自分はそんなに賢くないっていうのがあるんですね。それはなぜかというと、子どもの頃から別に勉強がそんなにすごくできたわけじゃないし、じゃあプログラミングを子どもの頃からやってたけど、結局のところ私は本職のプログラマーの人にはなれなかったわけです、なので私の中では、私は大したことないやつなんだから、大したことのある人を頑張ってバックアップしようと、そのためにその人たちから学んでその人たちをサポートしようという、やっぱりそういう発想がどこかにあるんだと思うんですね。なので人から学ぶっていう姿勢を私から取り上げると、多分私はそこで終わりだと思うんですね、はい、だから私も大事にしたい言葉は、なるほど、この番組毎回成功者の方にですね、最後伺ってるのが成功の条件とはということなんですが、まあ、青野さんにとって、はい、成功の条件とは一体何だと思われますか。はい、私が大事だなと思ってるのは真剣にやることなんですね。で、スキルを高めることはある程度はできるけれども、やはり能力、もともと生まれ持った才能に限界はありますから、それ以上はできないと。ただ真剣にやるっていうことは、それは気持ち一つで誰でもできることだと思うんですね。で、真剣っていうのは誠の剣と書く、大変は厳しい、生きるか死ぬかという言葉ですけれども、まあ、誰でも命を懸けるほどの思いをやる持ってすれば、それほど失敗することはないと。だから真剣にやることが私は成功に向けて一番大事じゃないかなと思います。真剣、大好きな言葉です。やはりこの創業以来真剣に取り組んできた結果が今あると思いますし、マイクロソフトとかグーグルとかですね、はい、アメリカの有名なベンチャーをですね、ぜひ追いついて抜けるような、そんな西郷さんになっていただければすごい嬉しいですね。ありがとうございます。田野さん、今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも本当ありがとうございました。ありがとうございました。誰でも命を懸けるほどの思いを持ってすれば、それほど失敗することはないと。だから真剣にやることが私は成功に向けて一番大事じゃないかなと。